はい、皆さんこんにちは。はい、ジョリーに聞いたけど時間です。はい、どうも。ロードショー見ちゃってね、一個ね、あのパイレーツ・オブ・カリビアン見ちゃったんだけど、その後も見たいんだけど、なかなか時間も何もないんでね、見れないんでね、残念だね。はい、まあ本当はね、まだまだいっぱいあるんですよ、この時期からは。なんか多いね。だって多いの、もう5月からっていうのは夏だからね。トランスフォーマーと、そうそう、あとエイププラネットも出てくるね、まあいっぱいあるんです。まあそれはね、仕方がない、見れないんだからね。またね、 DVD を今日は語りたいんですけど、はい、今日ねこれまだ話してないんじゃないかな、ちゃんとっていう形で。コンタクトっていう映画をね、話したいんだ。話してないんじゃないかな。うん、実はねこれコンタクトって映画はね、実に見づらいの。そうだよね、全部見ようとするとね、なんかね、すごく疲れちゃうような映画なんだけど、でも見終わってみるとね、なかなか哲学的に面白かったんで、めっちゃいそうな、うん、宇宙のものとしてはこのコンタクトね、ちょっとね、貴重ですから語りたいと思います。それでは行ってみたいと思います。ジョリーにクビッタケイ。はい、どんな映画だか知ってる？内容はこれね、すごくあれと似てるのはインデペンデンス・デーとか、だいぶ昔に見たからあんまりうろ覚えだけど、あの、ね、宇宙から電波が届いてくんだよ、うん、で、うん、お母さんを生まれた頃に亡くしちゃって、うん、その後ね、お父さんを心筋梗塞で亡くしちゃったね、女の子がいるわけ、うん、でその子はやっぱりさ、アマチュア無線とか天文学に興味があって、うん、大人になってから天文学になってくるわけだ、うん、ね。で、例えば宇宙に行った、お母さんはさ、天国にいるのとか言って会えるのとかいう話を疑問を持ちながら大人になったと。それでね、アレシポっていうところにあるね、世界最大のその当時 の、 電波天体望遠鏡があるわけ、うん、でその電波天体望遠鏡ってのは、そのなんだろうな、その電波を集めるそのお皿の面が300メートルもあるっていう、とんでもない、とてつもない、うん、でね、そこで宇宙からの生命とか宇宙からのあれをね調べてたんだけど、まあそのなんだろうな、やっぱりそういうさ、なんていうの、理屈によく分かんないような、うん、要するにさ、その先輩にうまいこと、やられて、なんか手柄も全部一つ見えとかね、予算を削減されちゃったりして、そこを去らなきゃならなかったと、うん、でメキシコに移動して探してたら、実は宇宙からの電波を受信しちゃったんだ、うん、で最初は何だか分かんなかったんだけど、それを解読してたら、うん、実はね、それは宇宙から来てる、要するに宇宙船の設計図みたいなものだった。へー、設計図。そう、それを解読してね、実際に作って、じゃあその宇宙に行ってみようって話になった、うんうん、でそういうストーリーなんだ。ところがね、やっぱり宇宙人とこの交信するなんてのはとんでもないって、テロリストに例えばそのあれを破壊されちゃったりさ、うん、やっぱテロリストのいつもそうですね、うん、ところがね、いろいろやってるうちにね、それ出来上がって自分が行くんだけど、やっぱり実際に本当に宇宙に行ったのかどうかって疑問にされたわけだ、うん、でね、本当ね、数秒間の間だけ、要するになんだ、その宇宙船が落下しただけで、ただ本人はね、もう18時間も行ってたのよと、で信じてくれないよ、その周りのね、ただ打ち上げて怒っちゃっただけだよね、そう、夢見たんでしょう、一瞬で。ところがね、で録画したビデオテープ見ると何にも映ってないんだよ、ずっとノイズだったんだよ、見たもんじゃねえか。ところがノイズが18時間映ってる、うん、まあいわゆるそんなような話なんだ。で、うん、宇宙生命とかそういうのはどういうことだとかいう話になる。でも映ってなかったんだ、うん、でジョディ・フォスターが主演でね、やっぱりね、やっぱうまいんだよね、なんだかんだ言ってうまい、うん、なんかジョディ・フォスターの映画って結構そういうの多いよね、もやもやするやつ、フライト、そうそう、飛行機の中のやつとか、フライトプランだっけ、そうそうそう、飛行機の中のとかも、うん、あ、じゃあジョディ・フォスターを語るでいこうかな、うんうん、飛行機のやつもさ、なんか本当飛行機の中だけで起こるさ、なんかそうそう、まあ、やっぱ性格的にそういうものを見るから、宇宙の話でも、うん、その実際の宇宙というよりかは、要するに何だろう、心理状態みたいな、そうそうそう、そういう感じのフライトプランってのもあったね、あれもね、なかなか微妙ねがあった、うんうん、なんかね、どっちも近いものがあるよね、うん、フライトプランっていうのはストーリーがどんなのかっていうと、うん、要するに飛行機に乗ってお父さんが死んじゃってね、うん、お父さんを要するになぜ死んだかも非常に、まあ、実は暗殺されたんだけど、分からないまま飛行機に乗ったら、実は子供がもう誘拐されちゃったんだよ、うん、ところがそんな子供なんか最初から乗ってなかったよっていう話から、うん、さあ大変だよ、要するに精神異常者の扱いをされたりなんかしながら、うん、実際はそれを調べて、まあ、陰謀を暴いてくんだけどね、うん、あとパニックルームってのがあったんですよ、なんだっけ、なんかそういうに犯罪者がやってきちゃって、そのパニックルームっていう中の一つのシェルターみたいなところに隠れるんだよ、そこでもう攻防があるんだけどね、これはね、パニックルーム面白かった、うん、あと彼女さ、羊たちの沈黙にも出てた、ああそうだね、あれはもうアンソニー・ホプキンスもいたから、そうそうそう、ああいう感じのに出ることが多いんだね、うん、そうだね、うん、普段我々が好んで見る映画とちょっとタイプが違う映画だけど、いやいやいや、その通りだけれども、うん、でもなんかこういい女優さんだね、でも思うけど、やっぱりね、その精神的な細かいところの表情っていうのは、うん、うまいよ、
で、彼女ってね、俺見ててね、すごい珍しいなと思うのは、ああいうハリウッドの女優、まあ、当時の女優の中で、ね、珍しく完全なアーリア人金髪なんだよ。だね。だ眉毛まで金髪でしょ。眉毛まで金髪なんだよ。だからそれ珍しいなと思って。で、あの表情出す。眉毛が金髪だと顔薄いから、表情出すの難しいはずなの。見事だよね。だ本当にね、俺ね、そういう意味では性格的なところは、あれともサラコナー役やってるさ、あの人も同じ性格的だからダブるんだけど、役柄違うけどね。でもタイプが違うな、うん、サラコナーと。そうね。でジョディ・フォスターはね、だからとにかくそのね、コンタクトをね、なんとか見たかったの全部。だけどね、うん、見てると流れからするとね、途中で寝ちゃうような部分がいっぱいあるんだよ。わかる気する。あれはね、途中で寝ちゃうタイプなんで、授業中寝ちゃうみたいな、睡眠学習みたいな見方してるから、うん、寝ちゃってね、途中必ずそんなところで寝るんだよね、うん、あれ面白いよね、映画ってさ、眠るポイントがあって、うん、あるよね、うん、だから、でもね、内容としてはそのジョディ・フォスターの俺3作品はみんなどれもいいなと思った、うん、他にもいっぱいあるけどね、もちろんね、有名なのはね、うんうん、あとね、有名あれも出てたでしょ、確かジョディ・フォスターは、間違ったらごめんなさいね、うん、アバター、もう確かに最後なんかアバターのさ、その長老みたいなおばあさんね、本当私覚えがないや、やっぱりね、いい役やってるんだよね。そっかそっか、だからまあいいかなって感じ。名女優さんね。名女優だね。ただ我々が見る映画とちょっと違うから、そう、あんまり見てなかったっていう、うん、だからやっぱりね、あの当時の女優っていうのは力がないとダメだから、うん、単なる魅力があるとかそれじゃダメだったんだよ、可愛いとか綺麗とか、そうだよね、うん、だからそういう意味ではね、だからそれこそまあ、ライバルみたいなやつが有名なのがさ、うん、あれがいるじゃない、なんだっけな、ものすごく綺麗な、あ、名前忘れちゃったからダメだ、誰だ、どんな映画出てた人、うん、あれ見て、要するにさ、死んじゃった後、人間が自分が死んでると思わないで、あ、ニコール・キットマン、ニコール・キットマン、あの人もすごいね。そうだからね、パニックルームがね、ニコール・キットマンが本当は出る予定だったの。あ、そうなんだ。ところがニコール・キットマンが何かのことで怒ってね、辞めちゃったんで、ジョディ・フォースターになって、でもジョディ・フォースターが良かったんじゃないかって、ね、どっちもいいじゃない。でもほらタイプが違うからね、うん、なんかほらニコール・キットマンで女王様っぽい雰囲気。そうね、ニコール・キットマンってのはやっぱり素敵な女優だよ、うん、本当に典型的なアメリカン美人でしょ、うんうん、だけど、まあ、ジョディ・フォスターは決して美人じゃないんだけど魅力的だったかな、うん、素敵だよね、うん、まあ、それを思ったね、うんうん、まあね、でもね、そう考えるとね、 DVD とかビデオでもまだまだね、見てね、まだまだね、あるなって気がするの、うんうん、だから今日は話さないけど、トータルリコールが前半後半、要するに要するにシュワルツェネッガーがやったやつとその後のやつもあるので、最初のやつもあるので、うん、そんな話もしたいし、うん、比較すると面白いな、あれだね、うん、アクションのさ映画で女優が活躍し始めた話とかさ、うん、ああ、そうそう、それこそあれはもうサラコナーが最初だろうっていう話、ね、な気がする、ね、うん、ターミネーターの2の時からゴーって感じで、 そ,、ね、うん、その前ってあんまり、まあ、ハリウッドの映画事情ってのは面白いもんでね、うんうん、スターウォーズ前までってのがあるんで、スターウォーズでちょうど境目なんだけど、その前はパニックものだったの。でハリウッドが一番ダメだった当時で、うん、要するにタワーリングインフェルノだとか、大地震とかね、要するにそういうみんなを恐怖にさせる映画ばっかりだったんだよ。あ、お化け屋敷とか、ビル火災でビルが倒れちゃうとかね、そんなばっかり、お化けじゃないの、ジェットコースターで地震が起きたり火災で大変になっちゃうとかさ、そんなもんパニックものしかなかったんだ。そうだね、だから要するにそれも、要するにビル火災とか、うん、ビルが倒れちゃうとか、あと地震だよね。そんななんか夢がない。ばっかりだったんだよ。夢ないな。ところがスターウォーズが出て、そこで一転しちゃったっていうのが、うん、宇宙の、そうね、うん、まあ、それはいいよね。だからスターウォーズから一変していろんなものがそれが出てきて、ハリウッドがまた活性したっていう夢の世界へっていう、うん、まあ今年もね、年末ついにスターウォーズがまたあるんで、うん、これもまた 見ざるを得ないでしょ、だってもう。そうだね、スターウォーズ見てるから、もうね、つまんないとか面白いとかさ、スターウォーズっていつもやっぱクリスマスの時期あるね。そうそうそう、アメリカではもうスターウォーズの日はさ、うん、すごいから、もう本当に、いやもうね、あれ以上だよ、オスカーのイベント以上に、以上以上以上、とんでもないね、広い範囲で、うん、まあね、映画ってね、でもいいなと思うんだな、そうやって見るとね、同じもの何度見てもいいし、最近ね、まあこれはもう写真は載せるつもりだけど、バックトゥーザフューチャーを見ても、バックトゥーザフューチャー名作だよ、ターミネーターの2なんてやばいね、あの面白さ、やっぱターミネーターシリーズの中で2はずぶ抜けてるね、うん、でもあんなのもね、日本の例えばさ、その映画レビューかなんかで星1つか2つつけてるバカどもがいるわけ、なんでどこの人と、お前の5つはどうなんだよみたいなさ、そう、5つを教えてほしいね、そうそう、俺は言いたいね、だからね、5つを知りたい、うん、だから、うん、
人のそういう作品をけなすことでさ、俺は偉いんだみたいなやつが日本人多いから、うん、映画評論家ってそんなもんだなと思った、うん、ごめんね映画評論家止まってくるでもそんなもんだよ、俺だって映画評論してるけど、うん、やっぱ面白いもの面白いというお金かけたバラエティは面白いということで、今日のところはお話これぐらいかな、はい、今日の話はコンタクトです、それと、はい、あとジョディ・フォッサーだから、フライトクラブとパニックルームって話でしたね、はい、それでは、また来週、来週も DVD かな、映画ちょっと見れる時間がないと思うのでね、見てみたいと思います、はい、それではさようならです、どうもありがとう、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。